かけてんだよ、わかんねえよ。てきたんだけど、スーパーで卵が安くてね、もうさ、たくさん買っておこうと思ってレジまで持ってったら1人2個なんだって。もっといっぱい買ってくればよかったな。自転車置き場もいっぱいでさ、大変だったら倒れちゃうし、お飯にぶつかるし、今度純ちゃんも一緒に行こうね。どうしたの純ちゃん、具合悪いの？体にも良くないから全部食べて。食べたくないんだよ。どうして？純ちゃんナポリタン好きだったじゃない。うっせえな、いいから喋らないくれよ。何、どうしたの？あー、もううっせえんだよ。純ちゃん、どこ行くの？
天気いいね。目が痛くなるだけだよ。そうだね。でも時期になれるよ。大丈夫だからさ、頑張ろうよ。なれる？俺はずっとこのままってことかよ。そんなつもりで言ったんじゃん。どんなつもりだって関係ねえよ。大丈夫の保証はどこにでもねえんだよ。上勝手なことばっか言ってんじゃねえよ。頑張ってもどうにもなんねえんだよ。痛い、ずんちゃん。痛い。何か気になったものがあったら手に取ってみてね。あ、はーい。これ何ですか？これね、西アフリカの方の楽器なの。へー、初めて見た音が。面白い。これはいくらですか？これ1,500円。すごい、初めて見た。いつもここにお店出してるんですか？最近東京に来たばっかだよ。じゃあ上京してきたんだ。まあいろいろあってね、今はこうやってお店を出しながら日本各地を自由気の向くままに旅してるの。一人旅なんだ。そうよ、行きたい場所があったらいきなり行っちゃうの。結構楽しいんだ。あ、何か欲しいものある？ごめんなさい、特にないみたい。店長は？これもないな。そう、しばらくこの辺りにいるからまたよかったら来てよ。あ、ねえ、またやってるよ。じゃあちょっと行ってみようよ。この前も行ったじゃん。いいじゃない、あの人面白そうだしさ。ね、行こうよ。座るわ。ちょっとおかしくない？食べてるんじゃないの？大丈夫？大丈夫？大丈夫？純ちゃん！純ちゃん！どうしちゃったの？ちょっと純ちゃん突っ立ってないで何とかしてよ。でもまさかお腹が空いて気を失ってたなんて思わなかったよ。面目ない。ここんとこあんまり食べてなかったんだ。気をつけないとダメだよ。そうなんだよね。あ、美味しい。これすごく美味しいよ。やっぱり？これ私の自信作なんだ。へえ、料理が上手な人っていいな。のりこさんっていいお嫁さんになれそう。じゅんくんも幸せもんだね。あ、はーい、着替えここ置いとくね。はい。あの子止めてあげようよ。は？お前何言ってんだよ。だってかわいそうじゃない、体調が良くなるまでだからさ。そこまでしてやることないんじゃないの？純ちゃん、あなたって昔から冷たいところがあったけど、困ってる人見たら助けてあげたいって思うでしょ。また無事に旅ができるようになるまでだからさね。でも寝るとこないぞ。ここに3人仲良く川の字になって寝ればいいじゃない。なんでだよ。だって他に寝るとこないでしょ。きっと楽しいよ。ね、お願い。分かったよ。本当？ありがとう、純ちゃん。
調べても意味ねえぞ。何もしないよりはマシでしょ。勝手にしてくれ。何よ、純ちゃんの意地悪。ただいま。あ、なかなか売れないや。たまには場所を変えてみるのもいいんじゃない。そうなんだよね。のりこさん何してんの。あ、うん、何でもないの。ちょっと見てただけ。のりこさん、ちょっと調べたいことがあるんだけど、パソコン使ってもいい？うん、いいよ。何調べるの。人がいっぱい集まる場所。